埼玉市民会館浦和埼玉市民会館浦和は埼玉県埼玉市浦和区にある施設。2021年4月現在は一時的に閉館されている。2024年度内に移転して再開館する予定である。1879年3月に埼玉県が現在地に北足立軍の軍役所を設置した。1923年の軍政廃止後には、 埼玉県北足立地方事務所などとして使われていたが、会館建設に伴い解体された。1971年2月11日、当時の浦和市が浦和市民会館として開館した。2001年に現名称に改称、ホールやコンサート室、集会室、結婚式場などの施設を備えた。埼玉市文化振興事業団が管理する。文化の殿堂とも称されていた。 老朽化や耐震強度の不足、設備の不具合の多発を理由に、浦和駅西口の南側で進められている、再開発計画、浦和駅西口南高佐護地区第一種市が一、再開発事業の再開発ビルへ移転することが2017年10月に決定した。跡地には NHK から埼玉放送局の移転を打診されているほか、埼玉市による、 埼玉市立美術館構想を受けて、埼玉市美術家協会などからは、後地に市立美術館の館所の設置をという要望が出されている。2019年11月7日に NHK との協議の再開を申し出た。2021年3月31日に一旦閉館された。移転先の新しい開館は24年度中に供用開始予定。ありがとうございます。